2018年6月15日6時5分南劇団青山表参道 X の西目俊、飯島博樹、栗山渡る、塩野英二、写真左から、2017年11月に結成された、オスカープロモーション初の男性エンターテイメント集団、男劇団。青山表参道 X の旗揚げ公演となる、素人らチルダビヨンドザタイムの初日舞台が6月14日、東京、アイア 2.5 シアター東京にて満員御礼で上演された。本番前の取材では、主演の飯島博樹が、約1ヶ月全力で稽古をしてきました。そのすべてをお客さんにぶつけたいです、と意気込みを語った。物語の舞台は、福島の名門男子校。廃部寸前の演劇部は、部活存続のため学園祭で最も輝いた部活に贈られる賞、ピアッコ賞を目指していた。そんな折、ピアッコ隊を題材にした舞台を演じようと奮闘する彼らの、前に突然、ピアッコ隊がタイムスリップしてきて、という内容だ。本作のストーリーについて、西目俊は、ピアッコ隊って悲しいイメージがあると思うんですけど、この舞台は殺人、歌、ダンスと盛りだくさんで楽しんでもらえるはずです。と話す。